はい、今回もですね、昔自転車旅をやった時に撮った写真とビデオを使って動画を作っていくのでよろしくお願いいたしますね。ここはおそらく渋川の駅でしょうかね。ターゲット層とポリシーを持って動画を作っております。高崎線のですね、上越線のですね、渋川の駅まで電車でやってきましたよ。2014年8月11日、夏の自転車旅でございますよ。利根川ですかね。今回は渋川から伊勢崎市に向かう群馬県の自転車旅でございます。渋川の駅からスタートして、こういうところを通っていきますよ。吉岡町とかね。橋を渡っているところでございますね。途中でパンクして高崎の駅まで輪行して直してまた再開いたしますよ。利根川でしょうか。それか吾妻川でしょうかね。最終的には伊勢崎の駅まで自転車で向かいますよ。ご覧のような風景も通っていきますのでよろしくお願いいたしますよ。橋を渡ってこんなところにたどり着きましたね。地図で振り返っていきましょうね。前回の旅の続きでございます。渋川の駅からですね、紫色の線に沿っていって途中でパンクして高崎駅周辺で直して、そして戻ってきて再開してですね、利根川沿いに下っていくというね。そして前橋市とかね、そして伊勢原ではなくて伊勢崎方面に向かって進んでいきますよ。よろしくお願いいたします。ビデオの映像に行きましょうね。渋川の駅の前ですね。写真とビデオでは時間の関係が前後いたします。空はちょっと曇っていますかね。ちょっと青空も見えております。市役所でしょうかね。学校でしょうか。お祭りでしょうかね。提灯がたくさん。盆踊りでしょうかね。幹線道路には車がたくさん走っておりますね。トラックも走っております。ガソリンスタンド、お祭りですね。吾妻線と上越線が分岐するところですね。渋川の駅の近くでございます。そして利根川を渡っていくんですね。空は曇ってますね。息がはは入ってますね。坂道を登ってきたのでしょう。アジサイの花が咲いてますね。8月でしたよね。坂を登っていきますね。畑が広がっておりますね。ここら辺はですね、沼田の近くですからね、高い台地とかね、低い台地とかね、そういうところがあるエリアでございますよね。アップダウンの激しいところでございますね。住宅が建っていたり、田んぼが広がっていたり、そんな感じの街並みでございます。セミの声が聞こえますね。僕の自転車でございます。空が、天気が良くなってきましたね。そしてパンクをしましてですね、輪行しているところですね。ここは高崎の駅かな。そして直して戻ってきたところですね。
この駅からまた自転車旅をスタートしますよ。遠くには美しい山が映っておりますね。畑とか住宅とかお店とかね、そういうものがつながっている、そういう街並みでございますね。遠くの山のラインが美しいですね。セミの声、そして赤い鳥居、神社の前ですね。都会的な建物も見えますね。もしかすると前橋市でしょうかね。前橋市の近くにやってきましたよ。市役所ですかね。あと県庁もありますよね。県庁でしょうか。何気ないところに神社があったり、幹線道路は車でいっぱいでございましたね。バス停もありますね。建物の数がどんどん増えたと思ったら、今度は田んぼの真ん中にやってきましたね。幹線道路には多くの車が行き交っておりました。水路のような水辺が道の脇にあって、田んぼも広がっている。小さな川が流れておりますね。大地が広くて空も広い。遠くに山々が見える。住宅も広がっているようなところでございます。脇に線路が見えますね。これは何線でしょうか。これはですね、なんて言いましたっけ、新前橋の近くから桐生の方に行く電車ですよね。路線の名前が思い出せません。だんだんと夜が更けてまいりましたね。原湖というバス停の近くにやってきましたね。上沢川でしょうか。建物が多くなってきましたね。伊勢崎の駅にやってきましたよ。ここから今日は帰ります。僕の影が映ってますね。ではここから今日撮った写真を紹介していきますよ。時間は前後いたしますので、よろしくお願いいたします。畑のようなところを通り過ぎたり、ここはどこかの役場ですね。市役所かな。なんとか村役場って書いてありますよね。僕の自転車でございます。このあとパンクをするんですよね。もうパンクが終わって輪行して戻ってきたところかもしれませんね。本当はね、近くのね自転車屋さんがあればよかったんですけどね、探すのに時間がかかるくらいなら高崎まで行っちゃおうということでね、途中高崎で直して自転車で戻ってきましたね。まあね、自分で直そうと思えば直せたんですけどもね、ちょっとね、この時は自転車屋さんに頼りましたね。だんだんと夕暮れが迫ってきてますね。川、河川敷の景色、緑が青々としていて美しいですね。だんだんと暮れていきますね。雄大な景色ですね。ではまた地図で振り返っていきましょうかね。紫色のラインですね。途中でパンクしてしまうんですよね。そして高崎で直して戻ってきて、八木原っていうんですかね、そこの駅からまたスタートしてですね、群馬県庁とか寄って、そしてぐるっと回って、またぐるっと回って伊勢崎市まで至りました。135日目でございます。361串
町村旅を続けております。今まで旅してきたところを紹介しておりますよ。こんな感じで今まで旅を続けてきました。今回は群馬県の旅でございましたよ。ちょっと字が小さいかもしれませんが、メッセージ欄にも情報は貼り付けてあります。のの字を描きながらぐる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 と回ってる自転車旅、今は9周目に入っておりますよ。よろしくお願いいたします。噂の人まん、単なる人まん、噂の人まん、ケチャップおじさん。はい、今回もですね、昔書いたブログを自己紹介がてら紹介していきますので、よろしくお願いいたしますね。気になった人は検索をしてみてくださいね。ぜひともよろしくお願いいたします。ここに写っているのが僕なんですね。いつもの木曜日を過ごして勝手に過ごしてくださいね。岡田おじさん の揉め事なんて、まあね、まあどうでもいいですね。あとは前に進むだけ。何が言いたいんですかね。蓋の中には不自由がないままで信じたこと、これが激。今日も見ていただいてどうもありがとうございました。現地で書いた詩でございました。では、ナレーション的にはこの辺で、さようなら。